トラックステーション、そこはドライバーたちの心のオアシス。忍たまラーメンでしょ。マジうまいですね。こういうところは大事ですよ。24時間止まることのない物流を支えるトラックドライバー。気が張り詰める運転の合間にドライバーがちょっと立ち寄るトラックステーション。ここでは便利な世の中の裏側が垣間見える。地方の生鮮食品がどんどん食べれなくなる。日本の物流多分止まりますよ。トラックステーションで休憩を取るドライバーたち、心のオアシスでふと漏らす心の内を覗き見覗き見。大阪府寝屋川市にある大阪トラックステーション。大型トラックおよそ80台を収容でき、1日平均300台ほどのトラックが利用する。早速食堂にやってきた男性に声をかけてみた。どこからやってきたの？千葉で降ろして、今日は今度帰り荷物帰る青森に帰る方の荷物、そういう感じですかね。東北なまりのこの男性、結婚して21年、3人の子供がいるという。どうしてトラックドライバーになろうと思ったの？いや、俺人と接するのはまあなんかこう集団行動の仕事があんま好きじゃなかったんで、トラックの運転手だったらちょっと運転するのきついけど、一人の時間多いんで、荷物積んだり下ろしたりする時だけ人と接する感じなんで、いや、いいかなと思って。食事を済ませ駐車場へ。私たちにトラックを見せてくれるという。おとなしそうな男性の愛車は、一面に伝説の鳥鳳凰が描かれた派手なトラック。運転席の中も見せてもらうと、車内もこだわってるんで、はい、だからなんかトラックの中にいても苦痛にならないっていうか、それもテレビなんで、はい。グレーの落ち着いた色で統一された運転席、シャンデリアの装飾が自慢のワンポイント。自宅にはほとんど帰れず、車の中で過ごすことが多いんだって。いつも家にいないおじさんみたいな感じっすか。帰れないからな。本当に帰れない。本当に帰れないから、はい。幸せを運ぶと言われる鳳凰のトラックで家族の生活を支えている。続いては食堂で朝食を食べていたこちらの男性。いつやってきたの？ついさっきで、今日積んで次九州。実費じゃなく全国行ける。普段行けないところにね、仕事で行けるっていうのは大きいですね。自分はやりがいありますけどね、楽しいですね。お疲れ様でした。もともと飛び職をしていたこの男性、10年ほど前に稼ぎがいいと言われていた大型トラックのドライバーに転職したという。スマホには今年高校生になる娘の写真。娘が家で今日休みやねと思ったら電話して、お前何しよっとかっつって遊び行ってこい。もっとこう横のつながりを、ね、広く持ってほしいんで、ああ彼氏バンバン作ればいいやんみたいな。恋愛の仕方わからないって なるよっかは今いっぱい失敗するっていう。ただその中に礼儀さえちゃんとしてれば俺は問題ないよって。
トラックドライバーとして家族を支えているが、ちょっと不安なことがあるという。2024年の法改正がありますけど、日本の物流多分止まりますよ。トラックドライバーの2024年問題。働き方改革で来年4月から年間の時間外労働の上限が960時間に規制される。これにより運べる荷物が減るとともに、ドライバーの収入も減少すると見られている。長崎の魚持ってきますけど、大阪の市場にですね、アジとか持ってきますけど、そのアジが朝取れたのがその日の夜についてたのが次の日にしかもつかなくなる。だからお客、その消費者に回るときには要は次の日ですよね。3日目でやっと消費者の手元に渡るっていう、そういう地方の生鮮食品がどんどん食べれなくなるんですね。ギリギリの中でトラックを走らせる。どうしてもリミッターがあるんで、93キロぐらいしか最大出ないんで、まあ高速走ってて邪険に扱われたりとかですね。もちろんそれ煽られたりとか、もうそれはもう日常茶飯事ですよね。もうちょっとトラックにみんな優しくしてもらえればありがたいですよね。北は青森から南は大分まで、全国24カ所にあるトラックステーションは全日本トラック協会が運営する施設。トラックドライバーたちが安全運行のため休息できるようにと作られた。中でも大阪トラックステーションには、ドライバーたちが汗を流せる大浴場や宿泊できる施設の完備。食堂の看板メニューはボリュームたっぷりニンニク卵ラーメン。ドライバーからはニンタマと呼ばれ愛されている。中でも揚げニンニクがたっぷり入った悪魔のニンタマは知る人ぞ知る人気メニュー。トラックステーションでのひとときがドライバーに元気をよみがえらせてくれる。日も暮れた午後8時、パーキングエリアは満車状態。トラックに目をやると運転席のカーテンが閉じられ、それぞれの時間を過ごす。決まった時間に荷物を運ばないといけないため、ドライバーにとって時間調整は頭の痛い問題だ。大阪は結局こういう広場がもうトラステしかないじゃないですか。それかもう南港の方に行くとか、フェリー乗り場の方に行くとか、でも結局路中しかないじゃないですか。まあ大阪ちょっと不便ですよね。行って止める場所がないから、そこがもう一番悩みますよ。トラックでも大事でしょ、みんな。だって物流ですからね、多分何よりも大事だと思いますよ、そこは。トラックステーションは休憩だけでなく時間調整のための場所でもある。決まった時間に荷物が届く便利な世の中の裏側には、ドライバーの見えにくい苦労が存在する。続いて出会ったのはドライバー歴9年の男性。僕は20歳でトラックドライバーになって、24歳にこういうふうに運送会社を立ち上げたので、うちは、まあ、温度管理の必要な、まあ、食品もしくは、まあ、医薬品を運ぶような会社になってます。外に出なくなった分、家でご飯を食べることが増えたので、スーパーの店舗配送の数が増えたなとか。僕らで言うとコロナ前より今年の年末は忙しいので。コロナ禍の影響で食品の配送業務が例年以上に増えているという。今は会社近くの賃貸マンションで妻娘と離れての単身生活を送りながら、
次から次へとやってくる食品を運んでいる。食品って結構嫌われる業種なので。あ、そうなんですか。僕ら食品は特に積んだら下ろすまでが仕事なので、ずっと走り続けないとダメなので、まあ大変なんやねぐらいで寝れてんのぐらいで、事故だけせんときやって言ってから、うん、昨日ちょうどね車の納車があったんで、あの嫁さんの車の納車があったんでね、普段何もできてないんで、車ぐらいはいるよねっていうことで一人で子育てを頑張ってくれている妻へ新車のプレゼント。スウェット姿で食事をする男性。これから仕事なの？今日この周辺で積んで九州の方に。九州の方。はい。やっぱトラックが好きっていうのと乗り物が好きっていうのですね。前は別の全然違う、あの金融関係の仕事をしてたんですけど。でそこからトラックっていう業種に移ってもう5年ぐらいですかね。子供の頃からの夢だったトラックドライバー。早速自慢のトラックを見せてもらった。目立つところに貼ってある1枚のステッカー。ワルガオ紹介って言って、はい、九州のチームというかクラブにトラックの声が集まり、大阪も支部があって、関東にも支部があって、北はもう北海道ぐらいまでは、はい、いらっしゃるというのは聞いたことです。全国にあるんですか？はい。やっぱ困っとったら助けてくれるっていうのが、やっぱドライバー同士のつながりなので、本当に荷下ろししてても、手伝いに来てくれる人もいればですね。はい、ドライバーの仲間同士で、事故や渋滞など、道路情報をやり取りしている。チームのステッカーは仲間との絆の証だ。車内には手書きのメッセージが書かれた付箋が貼られていた。彼女がそうです。ちょくちょくそうやって貼って、お守りじゃないですか。付き合っている彼女も九州エリアを担当する大型トラックのドライバー。いざ福岡へ出発。待っている彼女がいるから頑張れる。私たちの暮らしを陰で支えるトラックドライバー。今日もたくさんの荷物と支えてくれる人々の思いを乗せて全国各地を走り回る。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット。